ゃあ、2週目始めます。よろしくお願いします。ちょっと先ほどもお話ししましたけど、今日本当にあの楽しいライブが他にもたくさんある中、ここに来ていただいて本当にありがとうございます。2週目も変わらずやってます。よろしくお願いします。
とかしたいなって思って、あと2曲やるんですけど、最初の曲が生で語る陰陽声っていう曲名で、むしろアルバムには入ってないんですけど、まあ、どういう曲かというと、まあ、私あまり自分に対してこう女性か男性かっていう感覚がないんですね。まあね、みんな聞いたことある言葉で言えば、まあ、その LGBTQ の Q みたいな感じなんです私で、まあ、そうですよ。だから演奏も多分あんまりなんかその女性らしさみたいなのはないねって言われることが多いんですけど、結構その自分がバンドを始めてからなんかまあその女性の体なのに女性らしい演奏っていうのができないのは、まあ、自分に嘘をついてカッコつけてるんじゃないかとか、そうですね、なんか本当はなんかもっと子宮で弾けとかなんかまあいろいろ言われる機会があって、結構それがではしんどいなって思ってることがあって、まあ、最近はありがたくもなんかすごい、まあ、世間的にも結構理解が深まってきたりとか、まあ、ハードコアシーンもやっぱそういうなんだろうな、まあ、差別とか男女二元論とかやめようっていう風潮にもなってるし、まあ、最近はそんなにすごい言われるってわけじゃないんですけど、まあ、割とそういう経験を踏まえてっていうのと、まあその、まあ、私もなんだかんだ結構バンドをこうやって始めて6、7年ぐらい経ってきて、自分より年下で女性の方でバンドを新しく始めて活躍する方がすごく多くなってきて、やっぱりみんなこういろいろ意見言うこととかあると思うんですけど、なんかやっぱりそういうのを聞いてて、なんだろうな、まあ、私はさっき言ったように自分に対して女性か男性かっていう感覚があんまないんですけど、それとはまた別でなんかそのなんだろうな、まあ、男尊女卑と言ってしまうとそういうちょっと言い過ぎかもしれないんですけど、なんかこう女性は女性としてチヤホヤされることに対して、こう何か誰かがこう異議を唱えた時に、なんかそのなんだろうな、なんかそれはすごく美味しいことなんだからもっとありがたみを持ちなさいみたいなことを結構最近もすごいいろんなところで聞くんですよ。でも私はそういうことじゃないと思ってて、なんかそのなんだろうな、まあ、どうしてもその男性がもともと多いシーンだから、なんかそのなんだろうな、まあ、男性優位っていうのが多分無意識のうちにあるんだと思うんですよね。それは男性の方も自分が女性だと思っている方もなんだろうな、なんかそういうのは多分あるんだろうなって思って、まあ、そういうのとも戦っていきたいっていう思いを込めた曲です、この生で語る意味で。なんだろうな、ただあるがままにその生身だったり心だったりっていうのを誰が燃やすのかっていうと、それは演者自身が特にこのハードコアとかそういうジャンルは燃やしてると思ってて、それはもう他人に見た目とかからとやかくお前はこういう体だからこのサウンドは違うとか言われることではないっていう曲です。アルバムにはちょっとまだ入ってないんですけど、それは理由があって、また別のちょっとリリース予定もあるのでそっちに入れたいなって思ってちょっと届いた曲です。イエイ、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 イ
最後にやるのがアルバムにも入っている足かせを立つっていう曲なんですけど、まあ、これはそのなんか私結構何をするにもなんかそのまあ私なんかどうせ何やってもダメだし、あんな嫌なことが起こるかもしれない、こんな嫌なことが起こるかもしれないとかって考えてなんかこう引っ込めちゃうことが多くて、でなんかそうなんですよね。だから私システマティックデス入って、まあ、5年ぐらいも弾かせてもらってるんですけど、最初その声かけてもらってスタジオ入っ1回目スタジオ入った後にすっごい最初楽しかったんですけど、なんか自分にはこのバンドは無理だって思って、ハードコアのことも全然知らなかったし、自分よりもっといいベーシスト、いいハードコアパンクスの人いると思うしって思って、一回安藤さんに断ったんですよ。実は自分なんかには無理ですって断ったんですけど、そこですごいそんなのやってみないと分かんないじゃんって、誰でも最初はハードコアのことなんか知らないし、やってみないと分からないんだから、なんかまずは楽しくやってくれればいいからっていう風に言ってくれて、なんかそれで結局入ろうって思って決めて、本当にすごい楽しくて、たくさんいい経験もさせてもらってっていう経緯があって、ちょっとそのことを思い出しながらこの曲は歌詞を書いた曲です、はい、っていうのがあって、まあ、これもなんか誰かに言ったことなかったんですけど、まあ、そのシステマに入る経緯の曲だっていうのを話すのは今日しかないかなって思ったので、話しました。すいません、ありがとうございます。最後まで、最後のシステマの最後まで皆さん楽しんでもらえたら嬉しいです。じゃあやります。はい、正解だよ。